皆さんこんにちは、ピアニストの横山由紀夫です。本日の音楽講座、ショパンの12の練習曲作品10を題材に、今日は調整和音についてのお話をしたいと思います。このショパンの若い時の代表作ですけれども、一曲弾くのも非常に難しいピアニスト泣かせの作品ですが、実は12曲の組曲として作曲されております。その組曲ということは連続して12曲演奏されるということなわけですけれども、ただ単に12曲作っていっぺんにまとめて発表したというわけではありません。そこには、曲の雰囲気、曲調ですね、12曲が一つに まとまるように、並べたということもありますけれども、そこには、絶妙な調整、波長調とか異端調とかそういうやつですね、そういう調整配分というのが非常に重要なポイントになっていると思います。さて、調整というと多分どなたもご存知なのは波長調、ドレミファソラシドですね。これ日本語で言うとハニホヘトイロというふうに昔の人は、これを置き換えて、なのでドの音、日本語で言うとハの音から始まるので波長調ということになります。ピアノの鍵盤でいうと白い鍵盤、白鍵しか使わないということで、一番導入編でも、分かりやすい調整とも言えると思いますけれども、いろんな作品が大きな作品の一番最初の調整としてこの波長調を使っています。有名なところではバッハの平均律、その前に勉強するインベンションやシンフォニアといった作品でもこの発見を多用する波長調、発見を使うということは調合といってちょっと難しいかもしれないですね。ト音記号の後に、何もシャープもフラットもついていないということになります。ここを原点に考えてみますと、このショパンの場合は、この12の練習曲作品10問、24の練習曲集、違いますね、24の前奏曲集、この作品28、これも、波長調から始まっております。そして24の前奏曲プレリュードの方は波長調、そして同じ調合が、調合を持つ調整の長調と短調、これは平行調と言いますけれども、波長調の後に異端調、そして一つシャープが増えて都長調、そして同じやっぱりシャープ一つの補端調というように進んで、最後まで24曲進んでいくわけですけれども、この作品10の練習曲エチュードの方は波長調の後に異端調、ここまでは一緒です。ちなみにこの波長調というような調整に対して、というように異端調の場合は2つ黒い鍵盤を使いますね。これは本来調合には調整のところにはついてないシャープを臨時記号という形で単調の場合はつけないといけないと、この辺がちょっと単調はややこしいんですが、ちなみにこのドの音から始まる波長調、ラのところから始まる異端調というのは、同じものの表と裏のような関係ですけれども、もう一方で同じドから始まる波長調と波端調というのもあります。波端調を見てみると、実にこの音しか黒い鍵盤は使ってないんですね。本来はここにもフラットがついているんですが、この音階を弾くときには
それはフラットを使わずに演奏するという。演奏するときには破調調と破単調というのは実に2個、この一つの音だけによってこの調整というのはだいぶ変わります。この調調から単調に行くときというのは、調調というと明るい、単調というと暗いというイメージをお持ちだと思いますけれども、その役割というのは、その感覚というのはこの真ん中の第3音と言いますけれども、3番目の音のキャラクターによって変わっているわけですね。明るいこれが暗い単調に行くとするならば、音はやや小さくなるような感じの表現になることが多いんじゃないかと思います。逆に長調と短調の関係というのは、短調の方にこの2のフラットを生かした作品がベートーベンのこの音ですね。この音は非常に、まあ、この曲の中では強いキャラクターを表していますけれども、さっきの長調と短調、短調暗いから音小さくなると真逆になりますね。逆に緊張感を増す場合というのは、この第3音がフラットになることでより強い方向になります。というように、調整と、音楽表現というのは非常に密接に関係していると同時に、時に強く時に弱く、強くいけば緊張感、弱くなれば暗さを、というように、そこから導き出されるものというのはたくさんあります。さて、ショパンの作品10に戻ると、破調調から始まった1番、異端調に移行するわけですけれども、この異端調の一度の和音、これをヨドとして考えるとっていうように、今度はシャープ4つの補聴調になります。これがまあ有名な、という別れの曲ということになりますけれども、この曲に移る時というのは、第2番が本来異端調なんですが、この異調調の和音を使って、これを異調調であれば一度です。これが補聴調であれば、補聴調であれば四度のということで、終わったところは異調調の一度。この和音がいつの間にかそのキャラクターとして補聴調の四度に変わりと結びついていくわけですね。そして第4番の、この曲集の中でも、まあ、最もドラマティックな作品が始まりますけれども、別れの曲が終わります。補聴調のから、これやはり同じ平行調、同じシャープ4つを持つ A 破単調というちょっとややこしい名前の調整にいきますけれども、いきなりかっこにいくのではなくて、 A 破単調の5度の和音を真ん中に1つハーフタクト1拍分だけ挟んで、それで A 破単調に向かっていきます。なので、このハーフタクトのところにある A 破単調のこの5度の役割というのは、それまで補聴調で静かに終わって平和に静かに眠りについたところを、あまりにびっくり起こされるような、そういう衝撃的な役割を持っています。4番から5番に行くときは、この音は主は主音だけ、和音ではなくこの音だけで終わるわけですね。4番というのは中にはこういう和音を含んでるわけですけど、これがさっきの長調と短調の関係、短調の曲ですが、ここを長調のように見立てると、これが5度となってという黒鍵のエチュードに向かっていくわけです。
こう調整からどの調整からどの調整へ行くかというのは非常にそういうデリケートな、また非常に重要な要素を持っています。5番と6番は調合を持つ変補単調という非常に、読みづらいフラットがいっぱいつく調整に来ます。そこでこのコードを割らずにここに単調ではなくて長調で終わって、この終わった音を利用してというより、また波長調に戻ります。だからこの作品中というのは、6番までの流れからもう一回7番で元にリセットするという、そういう役割を持っています。で今度ここ7番から8番というのは平行調、同じ調合を持つ長調短調ではなくて、5度と見立てて平長調進んでいくわけですね。フラットが一つ増えます。非常に近い調整ということが言えると思います。そしてへ長調で終わったところがへ短調になり、これは同主調、同じ主音を持つ長調と短調のことを同主調と言いますが、そういう調整の並びというのはこの曲で初めてここに現れてきます。そして今度8番から9番の時がそういうことですね。9番から10番は今度は短調から長調へという形へ、変異長調、同じ4つのフラットを持つ調合へと10番移動していくわけですね。そして10番から11番、これはフラットが1つ減ってフラット3つ、変補長調、変異長調の1度の和音をやはり4度として捉えて、そうすると次の1度になる音が変補長調の1度ということになります。この4度から1度という関係でいうと、4度の方に緊張感があって、1度の方にここで解放される感じがすると思います。この雰囲気というのがそのまま、10番と11番のキャラクターにも結びついているわけですね。そして最後11番から12番、12番は破単調ですけれども、これも変更長調と同じフラット3つ、平行調、長調から単調へと平行調で、破単調で終わると、そう有名な革命のエチュードですね。そういう並びになっております。ちなみに作品25の方は、変異長調から始まって、やはり終わりは破単調という、破単調でこの練習曲集は2つとも終わることに、終わるという仕掛けをショパンは作っております。というように、まあ、調整というのは非常にそういう密接な関係に、曲の並びと曲の展開と密接なつながりになっていくわけですね。もう一つだけ説明すると、波長調の4番目の音を本音に持ってきた和音を4度と言いますけど、波単調4度に、波長調の場合は1度から4度へ展開して、こう次が5度1度というような、まあこれ基本の、形、これを修士形と言いますが、まあ、そこの名前はどうでもいいんですけれども、1度から4度に展開します。波長調だとこうですね。これがへ長調だと、この5度から1度というのは解決する方へ、小さく、音が小さくなる方に行くわけですね。へ長調であれば、この和音とこの和音というのはこっちに重みがあって、こっちで解放される、柔らかく、同じ和音が連結しても何調かであることによって、そういう違いもあります。こういったことも、どこかちょっとややこしいんですけれども、頭に入れて作品を聴くと
面白いのではないかなというふうに思います。この作品10のショパンのエチュード、いよいよ明日、6月14日日曜日午後8時から、12曲連続して演奏しようと思います。そういう調整の並び、こういったものにも注目して聴いていただければと思います。それでは明日を楽しみに。